ウクライナ軍が、南部のヘルソンで最大規模の奪還作戦を開始したとの情報をキャッチしたよ。ウクライナ軍は、NATO 軍と秘密裏に奪還作戦の訓練を行っていたみたいだね。2022年2月24日にロシア軍がウクライナになだれ込み侵略を開始してから9ヶ月弱。これまで姿勢であったウクライナ軍が、アメリカや北大西洋条約機構NATO諸国から供与された新型兵器などを使用するための訓練を終えて配備を完了したらしいぜ。その後、ウクライナ軍はウクライナ南部のヘルソン州でロシア軍に反撃に出たってわけだね。さて今回はこの、南部ヘルソンでの奪還作戦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ヘルソン市は、ヘルソン州の州都で、この侵略の中でロシア軍が落とした唯一の州都だけど、ヘルソン州を北東から南西に二分しているドニプロドニエプル川の河口近くの西岸にある港湾都市で、ムイコライウシからオデーサ市につながる要衝で、このヘルソンを奪還することは、ウクライナ軍にとっては単なる州都の奪還ではなく、この侵略戦争で初めてロシア軍に勝利したとの、政治的にも国民の心理的にもとても大きな勝利になるとの見方が広がっているんだ。これまで守り体制だったウクライナ軍が反攻に出るという動きを見せたことで、ヘルソンという土地がいかに重要かがわかるよね。ウクライナ軍は、6月下旬頃から、アメリカから供与された長距離ロケット弾が発射可能な、高機動ロケット砲システムハイマースを使用するための訓練を終えて実戦に配備していて、南部戦線ではロシア軍に占拠されているヘルソン市の東側にあるドニプロ川に架かる橋を攻撃し始めたんだ。あれだけおとなしかったウクライナ軍が、ロシア軍にここまで仕掛けるとは想像もしなかったよね。ヘルソン市近くに架かるアントニフスキー橋はハイマースから発射された 80km 以上、90km との報告ありの長い射程距離を持ち、M30H や M31 などの GPS 精密誘導 227mm ロケット弾を用いて精密誘導によって多数の穴が開けられ、戦車などの重量級の戦闘装甲車両はもちろんのこと、武器弾薬燃料食料などを積み込んだロシア軍の大型トラックも通ることができなくなっていたんだ。ウクライナ軍はさらに、アントニフスキー橋に並行してドニプロ川にかかっている鉄道用の鉄橋にも攻撃を加え使用不能としただけではなく、なんと、ヘルソン市から約 60km 上流のノバカホフカ市にある水量発電所のダム上に設けられた橋も、ハイマースなどの誘導型多連装ロケット発射システムグーディドマルティプルローンチロケットシステムGマースから、発射された GPS 精密誘導型ロケット弾によってウクライナ軍は橋のみを正確に攻撃したみたい。ここまでウクライナ軍が高い軍事力を持っていることにも驚きだったよね。やはり、アメリカやイギリスをはじめとする NATO 軍の支援が大きく影響していると思うぜ。その後、大型車両を通行不能にしており、ヘルソン市に駐留しているロシア軍はもとより、ドニプロ川の西岸でムイコライウ近くにまで進出しているロシア軍部隊への兵器弾薬燃料食料などの補給が困難となり、次第に戦力が低下しつつあるとみなされていて、さらに、ウクライナ軍は、弾薬庫や燃料庫、軍需物資を集積している施設などをGマースで狙い撃ちにしているよ。ロシア軍が後方に集積していたそれらの破壊を徹底したものとみられているな。そして、ロシア軍はその補充のために多くの労力を割かなければならない状況にあるとされ兵員は、戦闘より輸送に従事せざるを得ない状況にあるらしいぜ。8月30日、ウクライナの大統領府から、ヘルソン市やその周辺、ドニプロ川以西などの地域において、昼夜を問わずに大きな爆発が絶え間なく発生しているとの発表があり、さらに、激しい戦闘が行われているとの報告もあり、多数の弾薬庫と、ヘルソン州内のドニプロ川に架かる橋3本を全て破壊したとしたんだ。また、このヘルソン奪還作戦を担当しているウクライナ軍の南方作戦司令部は、3本の橋の通行が不能となったロシア軍が架けたとされる船橋や、ヘルソン州に設置されていたロシア軍司令部関連施設12カ所も攻撃して破壊したとしているよ。ウクライナ南部のヘルソン州は地政学的に重要な位置にあり、ロシアにとっては併合したクリミア半島への重要な補給路で、それだけではなく、河川故障がなく水源がないクリミア半島にドニプロ川の貯水湖などから水を供給する水源でもあり、クリミア半島の支配を継続する上で必ず抑えておかなければならず、そのために侵略開始当初から大軍をクリミア半島から送り込んで早期制圧を目指していたってわけ。また、ウクライナにとってはヘルソン州の州都ヘルソンを奪還することで国民の士気を向上させるばかりでは終わらず、オデーサやムイコライウなど黒海とつながる港湾都市の防衛を果たすつもりみたい。そして、ドニプロ川を溶かして東岸地域をも奪還することで、クリミア半島の奪還が達成可能な目標となることも実現できるんだ。さらには、ザポリージャ州にも進撃して奪還し、
現在ロシア軍に占拠されているザポリージャ原子力発電所を取り戻すことも視野に入ってきているな。また、ロシアは首都キーウ、第二の都市ハルキウの攻略に失敗したばかりか、一度は占領したヘルソンを奪還されることで、情報統制を受けて何も知らされない愚かなロシア国民を騙すことはできても軍部内の不満が極度に高まることも考えられているぜ。プーチン大統領の命令に従わないばかりか最悪の事態として、クーデターなどプーチン大統領を失脚させる動きが生じる可能性が指摘されているみたいだもんね。社会主義のロシアが行いそうな野蛮な行動とも言えるが、これが現実だな。しかしながら、兵站を断たれて弱体化したと見られるとはいえ、ロシア軍を侮っては危険であるとの見方も出ているぜ。ロシア軍がウクライナ軍を侮り、その実力を見誤ったことで侵略戦争が長期化したことを踏まえて、奪還作戦は慎重に実施されなければならないよね。ロシア軍に対して、反撃を開始したと発表はしたものの、ウクライナ当局は過度に楽観視することを警戒しているのは賢明だと思う。ウクライナのオレクシー・アレストビッチ大統領顧問は、テレグラムの自身のアカウントにおいて、ヘルソン州での反攻については、敵を粉砕するためのゆっくりとした作戦と表現していて、これまで通りに前線部隊への補給路を断ちながら、しかし休息の暇を与えずにじわじわと前線を押し戻していく戦い方をしていくものと見られているよ。また、占領の際に市街地を2度と民が住めないほどに破壊し尽くすロシア軍と違い、この侵略が終わった後のことを考えるウクライナ軍は、できるだけ市街戦を避けたいとの考えがあり、ロシア軍の補給路を断った上で時間をかけて兵糧攻めを行い、撤退を促すものと見られているぜ。ウクライナ軍は軍事的な行動ではなく、生きることにかけて必要不可欠なものから攻撃しようとしているんだね。頭が良いと言うべきか、それこそ非道と言うべきかはわからないがな。武力に頼りっぱなしのロシア軍とは一線を画しているその作戦は、アメリカやイギリスの入れ知恵なのかもしれないし、NATO 軍との秘密裏に訓練をしているのも納得だぜ。そのため、南方軍管区の報道官は記者会見で反攻開始を明らかにした際に、ロシア軍の兵器や拠点を破壊し、損害を与えたと述べるとともに、街のインフラを破壊せず、市民を傷つけないようにしていますが、状況は頻繁に変化するのも事実です。ロシア・ウクライナ戦争が長期化している中、これまで避難できていない市民は、作戦が終了するまでシェルターに隠れてほしいと呼びかけて、インフラ破壊と市民への被害に留意しながら奪還作戦を展開していくことを明らかにしているよ。ヘルソン市を占拠しているロシア軍司令部は、ウクライナ軍によるドニプロ川の橋梁破壊を受けてすでに川の東側に撤退したとの情報があり、そのため、いざとなれば、ロシア軍は西岸地域に展開している部隊を捨て駒にして、ドニプロ川を盾にしてヘルソン州東部の守りを固めて、溶かしようとするウクライナ軍を、迎え撃つ方針であろうとの見方が広がっているんだ。その場合、西岸地域で追い詰められたロシア軍が装備を捨てて、東岸に撤退できるようにするために、ウクライナ軍はアントニフスキー橋などを完全に破壊せず、兵士が歩いて渡れるように残しているとの見方もあるよ。しかし、撤退したとされるロシア軍司令部が、早々に橋を爆破する可能性は否定できず、その場合は、西岸に置き去りにされた部隊は、ゼレンスキー大統領が述べたようにウクライナ軍に投降するか、あるいは徹底抗戦して玉砕するかのいずれかの道しか残されていないよね。最悪の結果にならないように、投降という手段を選んでほしいものだけど、ロシア軍、ひいてはプーチン大統領がそのような決断を下ろすとは考えにくいのも事実ではあるもんね。士気が低下していると伝えられているロシア軍の内情を考えれば、投降する可能性が高いと見られているが、万が一徹底抗戦の道を選択した場合は、ヘルソン市内に立てこもり、市街戦が展開されることは間違いないとされているぜ。南方軍管区の報道官が、ヘルソン市民に避難を呼びかけているのは、市民の身を守るためであることを前提としているんだけど、ただ、その真相はロシア軍に人質に取られる形で盾にされないようにしてほしいとの願いが込められていると見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。